物語の舞台は大きな館だ。その館はある大きな町とある大きな森のちょうど間に立っていた。そして町に住む町の民と森に住む森の民は喧嘩ばかり繰り返していたんだ。あんな木の幹の中で暮らすラランランドたちが町の近くに住んでいるなんて恐ろしいわ。そうね、生態さんが森を見張ってくれているとはいえ心配よね。みんな危険な連中だって言ってるし、早く追い出しちゃえばいいのにね。あの町の人たちって本当に私たちのことを毛嫌いしてるよね。森に住んでる人をバカにしてるんだよ。まったく失礼しちゃう。そうだ、みんなで追い出しちゃおうよ。そんなわけで町の民と森の民はいつもピリピリしていたんだ。そんな中、館に新しい将校がやってくる。彼が王様から受け負った使命は森の人々から町を守るということだ。その日も彼は森の人々が町にやってきて悪さをしないか森の見回りをしていた。しかし勝手に森に入られたことを怒った森の人々は石を投げつけて彼とその部下たちを追い払おうとする。そうして他の兵とバラバラになった将校は森の中で道に迷い途方に暮れていた。がそんな彼の前にある少女が現れる。森の民であるその少女は将校が森の人々に見つからないように彼を助けて館まで返してくれるんだ。どうして私を助けたんだ。君はこの森の住人じゃ。そうだよ、でもあなたは困ってたでしょ。それはそうだが、それにね、森のみんなは町の連中が悪人ばかりだって言うけど、私はそんな人ばっかりじゃないと思うの。だからもっとお話ししてみたいなって思って。でも今日はもうみんなのところに帰らなくっちゃ。それじゃあね、また会おうね、将校さん。あ、君。それ以来少女は将校のもとへやってくるようになる。ただお互いが敵である以上話しているところを見られるのは危険だ。そこで少女は館のすぐ脇に立っている木によじ登って2階にある将校の部屋を訪ねるんだ。こんにちは。どうして君がここに。将校さんのお部屋だったらいっぱいお話できると思って来ちゃった。確かにここなら周りの目は気にしなくて済むが、どういうか君はそこの木をよじ登ってきたのか。森の住人というのは全く野蛮な。まあしょうがない、助けてくれた相手を無下に追い返すのも失礼だからな。入りたまえ、ただし一度だけだからな。はーい。こうして少女と将校は仲を深めていった。将校は少女と話すうちに森の人々も自分たちと同じ平和を望む人間だと気づいていく。どうにかお互い憎み合わず手を取り合って生きる方法はないか。将校はそう考えて少しずつ町の人間にも働きかけていくようになる。その結果森の人々と町の人々はお互いを信じられるようになっていったんだ。さらに彼らは本当にお互いを信頼している証として
それぞれが大事にしている宝物を交換することで、より一層仲を深めようとした。しかし、そんな将校を疎ましく思う男がいた。それは王様の下につく大臣だ。まったく、あの男のせいで計画が台無しだ。森に眠る黒いラクダを奪う口実を作るためにも、町の人間と森の連中をいがみ合っているべきだ。そのために悪い噂まで流したというのに。そうだ、あの男を追い出してしまえばいい。確かあの男は森と町、互いの宝を交換する約束の見届け人として、双方の宝を一旦預かると聞く。ならば交換する前にあの男を捕まえて、町の民、森の民それぞれには相手が約束を破って宝を奪ったと伝えれば。こうして将校は大臣の部下に捕まり、館の自室に軟禁されてしまう。やっと町の人々と森の人々が仲良くなれそうだったのに、こんなところで。そして大臣のせいで、森の人々と町の人々は大きな戦いを起こそうとしてしまう。そこへ少女がやってくる。少女は将校と彼が持っている宝物さえ戻れば、みんなが再び分かり合えると信じて将校を助けようとするんだ。そうして将校の部屋に行くべく木に登るものの、窓まで伸びていた木の枝は切られてしまっている。どうしよう、やっとみんな仲直りできそうだったのに、将校さんが捕まったままじゃ。私が将校さんを助けなきゃ。そこで少女は飛ぶんだ。木から窓への大跳躍さ。落ちたら大怪我だ。それに兵隊に見つかってひどい目に遭わされるかもしれない。そんな中、彼女は飛ぶんだ。人々によって作られた大きな垣根を越えるためにね。その後、少女が将校を助けたことで、森の民は兵隊の攻撃から逃れることができる。そして最後は、少女と将校の説得によって、町の民と森の民は手を取り合えるようになるんだよ。めでたしめでたしだね。これってルイが昔考えた。そっか、ちゃんと吹っ切れたんだね、ルイ。ねえねえ、今のショー、あ、木が家のあるところでやるんだよね。いいなぁ、楽しそう。リンも見てみたいなぁ。ミクもミクも。それじゃあ、一番近くで見られるようにスマホを特等席に置いておくよ。もし興味があるならリハーサルも見ていくといい。二人ともどうかな。わーい、ミク楽しみだね。観客は多ければ多いほどいいからね。助かるよ。それでみんなどうだい。軽く通してやってみたけれど。うん、申し分ないと思うぞ。シチュエーションも場所に合っているしな。配役も今やったので良かったと思う。じゃあ私、森の女の子やったー。バッチリ飛ぶから任せてね、メイ君。ああ任せたよ、M 君。万一落ちた時のための安全策も考えてあるから、思いっきり飛んでくれたまえ。しかし嬉しいな。
昔考えてた演出をここでできるなんてね。昔？ムー君、どれくらい前から考えてたの？あ、小学2年生の頃だからだいたい10年前くらいかな。そんなにちっちゃい頃から考えてたなんてすごいね。どうやって思いついたの？気になる気になる気になる。交互にやからしい。幼稚園かここは。だがどうやって考えついたのかは俺も興味があるな。あ、それは。ん？何かまずいのか？大丈夫だよねね、司くん。じゃあこの章を思いついた時の話をしようか。昔々のお話さ。